皆さんこんにちは、安藤正弘です。いつもスクエアを応援してくれてありがとうございます。実はここで重大な発表をしなくてはなりません。今回の T スクエアのニューアルバム、そしてそのツアーを最後に、私安藤正弘はスクエアを退団することになりました。そうですね、まあ3、4年かな、対談についてはいろいろもやもやとしたものがあって、次第に固まってきて、去年の5月ですかね、青木幹雄に相談しまして、まあ分かったということで、今年のその、ニューアルバムと、そのツアーを、最後に、私はスクエアを離れるという決断をいたしました。まあそうですね、まあ年齢を重ねるごとにですね、次第に1年1枚アルバムを作るということがだんだんこう、自分の中できつくなってきちゃったんですね。とはいえですね、坂東くん川野くんもどんどん新しい曲ができる才能あふれるミュージシャンですし、伊藤さんもね、毎回レコーディングの前向きに頑張っているので、まあ、そうした素晴らしい、才能豊かなミュージシャン、メンバーを、さておいて自分だけなんかそのきついとか言ってるのもね、申し訳ないなっていう、まあ、その辺が原因で今回の対談を決めました。しかしながらですね、スクエアはまだ続きますので安心してください。伊藤さんとバンドが中心になって、まあ、どういう形になるかまだ、決まってないですけれども、スクエアは、継続いたします。まあ、そんなわけでね、この42年間、皆様にはいろいろ応援していただきまして、感謝の念には耐えませんが、私は一応スクエアを離れるということに、しました。またいつかね、スクエアと一緒に何かやることがあるかもしれませんけど、とりあえずは、離れたいと思います。今まで本当にありがとうございました。でも僕引退するわけじゃないんでね、ありがとうございましたとお礼を述べつつ、これからもよろしくお願いしたいと思います。安藤正弘でした。